金貨重は、哺乳子食肉目アライグマか金貨重属に分類される食肉類。本種のみで金貨重属を構成する。エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、パナマ、ブラジル、フツリオギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ模式標本の産地はジャマイカとされていたが、 あとにスリナムとされた。東道町40.5から7 6ル、尾長三十39.2から5 7トル体重1.4から4 6ラム尾は、物に巻きつけることができる。背面は、オリーブ褐色や高褐色、赤褐色などで、小中線が黒い個体もいる。腹面は、高褐色。次回は小型で、先端が丸みを帯びる。 花面は短い。死列は、門子が上下6本ずつ、剣子が上下2本ずつ、小球子が上下6本ずつ、大球子が上下4本ずつで、計36本。下は細長い。死は短く、前死より後足の方が長い。指跡には短く先端が尖る爪がある。出産直後の幼獣は、猛威が肺褐色だが、腹部はほとんど体毛で覆われない。 染色体数は、2n イコール38。以下のアッシュの分類は、ホードホフマンに従う。ポトスフラブスフラブスポトスフラブスチャーパデンシスアレン。1904模式産地は、マトグロッソポトスフラブスキリケンシスアレン。1904模式産地は、パナマポトスフラブスメガラタス模式産地は不明だが、コロンビアとされる。ポトスフラブスメリデンシストーマス。1902 模式産地はベネズエラ。ポトスフラブス・マデストゥース・トーマス。1902。模式産地はエクアドル。ポトスフラブス・ノックトゥアニウス模式産地は、アラゴアス・ポトスフラブス・プリー・ヘンセリス模式産地は、ベラクルス形態に基づく研究では、オリンゴ族ボサリシアンと同じ系統群に属すると、されていたが、分子系統の研究からは、金華従属は、 アライグマ科の中で最初に分岐したグループで、その他のグループ全体と、姉妹群にあるらしいとされる、客中一。熱帯ウリンや熱帯常緑樹林、乾燥林、サバンナの林地、虹林などに生息する。樹上性。夜行性で、昼間は、起動などで休む。単独で生活するが、再食時には、複数の個体が集まることもある。主に、 アボカドグアバマンゴーなどの果実を食べるが、花の蜜、蜂蜜、昆虫、鳥類やその卵なども食べる。花の蜜や蜂蜜は舌を伸ばして食べる。捕食者として赤黒ロクマタカスプイジータスイシドリやジャガーなどが挙げられ、大際シに捕獲された観察例もある。繁殖形態は耐性。終年繁殖する説と4から5月に繁殖する説がある。 妊娠期間は98から108か。軌道で1回に1頭の幼獣を産む。オスは生後1.5年半、メスは生後2.25年で生成熟する。飼育下ではアムステルダム動物園で23年7ヶ月の飼育記録がある。節置行動などは単独で行われることが多いため、かつては常に単独で生活する動物だと考えられていた。 しかし2000年以降の生態学的な研究から安定した小集団を形成していることや、その中で複雑な婚姻関係が成立しているらしいことがわかってきた客中に客中さん。それによれば、典型的な集団は1頭のメス成獣、2頭のオス成獣、1頭のア成獣及び1頭の幼獣からなり、特に飛虫に木の黒で眠るときや餌の多い樹木で集団で食事を。 するとき、あるいはグルーミングやマーキングなどの際に、社会行動がよく観察されるという。ただし前述の通り餌を食べる場合は、通常単独で行動し、メスには集団に属さない個体がいることも観察されている。このような集団では2頭のオスは対等ではなく、メスと交尾するのは1位のオスで、時に2位のオスも交尾することがある。 ある集団では交尾の際に1位のオスが何時間もメスを追いかけ、2位のオスもそれについて回って争うように鳴き声を上げたりするのが観察されているが、ある集団では2頭のオスが何のいさかいもなく、メスと日和み的に交尾する例も観察されている。さらにオスは周辺で単独生活をする集団外のメスと交尾をすることもあるため、一切タフであると同時に一夫多妻的でもある。 このような観察から個体の分散は主にメスによってなされているのではないかとも推定されている。金貨重はブラジルの原住民の言葉に由来する。英語圏ではハニーベアー、ナイトエープなどと呼称されることもある。分布が非常に広いこと、開発などにもある。程度適応できること、生息数が激減しているというデータが現在のところないことなどから2016年の 時点では、種としては絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で、森林伐採などによる生息地の破壊、食用や毛皮の狩猟、ペット用の採集などにより生息数は減少している。1987年にホンジュラスの個体群がワシントン条約付属書3に掲載されている。ペットとして飼育されることもある。ペットとしては、 2006年8月には、パリス・ヒルトンがペットとして飼っていた本種に左腕を噛まれ、病院で、破傷風の注射を受けたことも話題になった、客中4。元は、クイーンセジュ獣で、本来は17世紀のフランス人北米入植者らが、クズリを刺すごとして、ニコラデニの旅行機、客中5などに登場するが、これをビュフォンが誤って、中南米産の本種と混同したのが、始まりとされる。 百中六、百中七。しかし、ビュフォンも後2773年のサンジェルマンのフェアで、アニマル・インケニュー、A2 スレナッチリリステイスと銘打った本種の実物を見るなどして、自分の誤りに気づいた百中八、百中六。なお本来のクイーンセ世獣は、クズリの別名カーカジ獣同様、北米先住民のクズリを刺す後に由来すると推定されているが、 客中十一、客中十二、カーカジュウの号とこれらの先住民ごとの融合したものではないかとする説、客中七もある。ありがとうございます。